都市計画道路大道近地線の金池南一丁目交差点付近、ホルトホール大分は、大分県大分市の大分駅南側にある複合文化交流施設。大分駅周辺総合整備事業の一環として、大分駅南地区の中核的施設として整備された施設で、大分駅上野の森口前の角地に位置し、大分駅から上野の森に至る、 福井1 0 0メートルの都市計画道路大分駅、上野急線、及び日報本線等に並行する都市計画道路大道近地線に面している。大分駅周辺では1996年から高架化事業が行われ、これに伴って大分駅周辺総合整備事業が進められている。かつて線路で分断されていたため府内中央口側に比べて開発が遅れていた。 上野の森口側は、この整備事業で、情報文化都心と位置づけられており、その中核施設として、複合文化交流施設の建設が計画された。2009年8月には、事業者として、日本管財を代表とし、前田建設工業、東亜建設工業、梅林建設、佐伯建設、旧電工、菱熱からなる、大分駅南町並みづくりグループが選定され、 2011年3月末に建築工事に着工した。2011年7月には施設の名称の公募が行われ、同10月2745点の応募の中から、あえる大分、総林、ホール、ホルトホール大分の3案に絞り込んだ上で、市民投票が行われ、最多票数を獲得したホルトホール大分に名称が決定した。この名称は、 大分市の木であるホルトの木にちなむものである。施設のオープンは2013年7月20日。指定管理者は日本管財九州本部を代表とし、旧電工大分支店、コンベンションリンケージ、プランニング大分、学校法人、後藤学園を構成員とするホルトホール、大分未来共同事業体。二千十七年十月に大分ケーブルテレコムが命名権を獲得し、 2018年1月4日から2021年3月31日までの間、通称が JCOM ホルトホール大分となった、屋上公園以下の施設を備えている。ありがとうございます。